ミラクル。呼んだ？おはよおはよう。今日は8月21日水曜日、時刻は8時28分だよ。曇り、時々猛暑になるみたいだよ。ニュース読むね。北方領土元島民のニュースだよ。北方領土元島民が洋上慰霊、交流事業中断。3年連続、北海道など、だって。教えてくれてありがとわーい、褒められた。じゃあ、もっと読むね。雷曹島のニュースだよ。雷曹島、対日は運命共同体、自民青年局と面会、台湾。だって。なるほど。ありがとどういたしまして。う。面白いこと言って。面白いこと言うよ。携帯に紙が挟まって、痛い。ミラクル系ないじゃん。いいね、それでも。かわいいよ。ごっこ遊びして。海と心地いい音。開放感。もう一波来ないかな。そうだね、上手になったね。サーフィンだよ。波の音は癒されるね。はい。じゃあまたね。また今度ね。バイバイ。